さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー、週刊映画辞表、ムービーウォッチ面です。劇場で公開されている最新映画を、映画ウォッチ超人こと、シネマンデアス歌丸がウキ,ウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーです。今夜扱う映画は、先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画、ミソノユニバース。 記憶をなくして行き場を失っていた男が、あるバンドマネージャーの少女に拾われたことで、居場所を見つけ、歌を歌う喜びとともに自分の過去と向き合っていく。主演は、映画単独初主演となる、関ジャニエイトの渋谷すばるさん。えー、ヒロインを演じるのは二階堂ふみさん。監督は、区域列車、モラトレルムタマコなどの、えー、下信弘監督ということでございます。はい、えー、ということで、この映画もう見たよというリスナーの皆様、えー、ウォッチメイからの監視報告、メールなどでいただいております。ありがとうございます。えー、メールの量は、普通。うん。 えー、そして、中身ですけどね、賛否なんですけど、これ真っ二つに割れているということでございます。ただし、3と比が3割ずつで、残り4割がいいところもあるけど気になるところも多いというような意見でございました。多くの方が、 主演の渋谷スバるさんの演技、歌唱力、存在感を評価。ジャニーズの人だと気づかず見ていて、その後調べて驚いたという意見も、そんな人、<laughs> 気づけよ、おい。あ、今迎えにいる構成作家風加工はまさにそうだと。<laughs> ま、僕もあの、ね、あの、馬車馬さんとね、ビッグマウス見てる時ね、あの、なんで会場にこんな女の人多いんだろう。<laughs> で、見ながらね、あの、安田さんで、<laughs> うまいな、この人、どこのよ若い役者さんいるな、実力は、と思ってる。ああ <laughs> そういうことありますからね。はい。えー、ま、要は、あの、渋谷さん素晴らしいという声は非常にえ多いということでございます。えー、また共演の二階堂ふみ、実 でで出演していいたバンド、えー、赤犬にもさんの声がということでございます一方、あまりに脚本がご都合主義、最後の展開が納得できない、主人公に甘い、などの指摘が多かったのも事実ということでございます。えー、代表的なメールご紹介いたしましょう。褒めている方。えー、た怒りの鉄拳さん。えー、赤犬とジャニーズが味噌の舞台に共演。情報を聞いた時は一体どんな映画になるのか全く見当もつきませんでしたが、さすが山下監督。やっぱりうまい。 とにもかくにも、えー、渋谷すばるが素晴らしい。えー、面構え、表情、佇まい、どれもが自然に映画にハマっている。彼の魅力を最大に引き出した山下監督の手腕も見事で、えー、天然小結行で、えー、岡田将生えー、区域列車で、松田、前田敦子を、えー、女優にした山下監督の新人俳優への演出力はやはり間違いなし。暴力シーンに見る動き、表情、猫背具合等々、渋谷すばるの歌声含めた身体性が際立つ演出が素晴らしくて、彼が初めて歌う映画冒頭の、えー、歌声一発で物語を動かす圧倒的な設定力はこの映画のハグの一つ。映画を引っ張る力強 彼に感じました、うん、えー、山下監督お得意の長回しも健在。カラオケでの、だんだんと場のへ空気が変化していく様子を捉えた見事なシーン。水管の,の種を飛ばし合うシーンと、えー、どれも素晴らしい。えー、リンダリンダリンダから10年。まあ、あの、音楽、同じ音楽映画、山下監督の音楽映画ということでございます。リンダリンダリンダから10年。商業性を伴いながら作家性も失わない。本当に自信を持ってファンでいられるなと今回改めて感じました。大好きな映画ですと言って、玉子こいかにも鉄拳さんでございました。えー、一方、えー、こんな意見もございます。アメリカちくびさん。 えー、山下信弘監督のファンなので、何の前情報や評判も入れず見に行ってきました。前半までは特に問題なかったです。えー90 天の出来の関西弁を話しながら、えー、大阪のおかんのごとくどっしりした演技をする二階堂ふみはいつものように盤石だし、まああの二階堂さんは大阪の方じゃないから、その方言指導の方ずっとつきっきりすごい練習してやっただからので90点という方この方,この方、えー、この方関西出身なのでと言っおっしゃって、えー、渋谷にスバラもジャイジャニーズ狂犬枠 <laughs> という新しいカテゴリーを開拓していて主人公に据えるだけのえ感、ー、録音を感じました。えー、その他鈴木さりなの使い方も正しいし、演出面全般については特に文句はありません。でも後半のあの展開はいくらなんでも雑すぎます。えー、ネタバレになる。 詳しく書きませんが、どうしてあそこであいつが何してるのをやつは知ったのでしょうか。そしてその後どうやってあいつを削っていたのでしょうか。ええー、赤犬の正式なボーカルが、えー、どこぞの馬の骨にあっさりと首をすげええられたあげく。なぜか最後には自爆してその座を譲る展開も非常に不愉快です。えー、高え、たさんがね、まあ、あのー、あそこは男気を見せたということなんでしょうけどね。ク、え、ソ、ー、みたいなご都合主義です。本当こんな脚本でゴー員が出たのも不思議です。最後にある登場人物がしょうもなというセリフを口にするのですが、言わせてほしい。しょうもないな、この映画の脚本のほじゃ。っいうね、えー、アメリカ。 筑部さんのご意見でございます、えー。こんな方もいらっしゃる。えー、ラジオネーム、ほてまにさん。 えっと、私は大阪在住で、劇中に、えー、ロケ地で使用されたみそのビルのバーにも、えー、ちょくちょく通うだけに、えー、それも合わせて高得点をつけたいところですが、点点点で、まあ、先ほどの方と同じような点、ちょっとね、えー、っと、終盤の展開に何などをつけられております。そして、えー、ちなみに、公開されて、この映画公開されてみそのビル、まあ、後ほどね、ちょっと言いますけど、えー、舞台になったみそのビル、みそのユニバースがある味のビルには、一元さんのお客様が増えたそうですが、ある店の店主は、失礼な方も増えていかがなものかと苦笑いされておりましたということなのでね、皆さんね、えー、っと、もしは、 ですね。はいね、えー。じゃあ礼儀を守ってお願いしますということでございます。ということで味噌のユニバース行ってみましょう。私も、えー、新宿バルト内なので二度ほど見ました。えー タイトルになってるそのね、味噌のユニバース、先ほどもね、ありました、大阪の千日前というね、えー、場所にありますですね、えー、味噌のビルという、1956年にもともと建てられた、まあ、総合娯楽施設、えー、まあ、キャバレーが開いてたり、ダンスホールが開いてたり、えー、サウナが開いてたり、宴会場、巨大宴会場があったりっていう、えー、まあ、その当時のもう最先端、えー、総合娯楽施設、味噌のビル、えジ、ー、味噌のと書いて味噌のビル。で、その中に入っているそのユニバースという、まあ、超巨大キャバレー、もう超巨大キャバレー。 え0、ー、0人ホステスが待機しているというね、超巨大キャバレー、えー、だったわけですね、元は。で、2011年に、まあ、あと、キャバレーの営業は終わって、その、まあ、ライブなどで使う歌詞ホールになって、も赤犬さんとかそこでライブをやっていたと。えー、で、この番組でもこの、味噌のユニバース、ユニバースのキャバレーとかですね、えー、味噌のビルの話、実は、えー、この番組でも一回、夏頃に一回話題にしてるんですね。えー、というのもですね、まあ、今回の映画にも出てきましたけど、 赤犬メンバー、あの、ベースのリシューさんという方、えー、バーをね、やってるところ、バーのシーンが出てきますよね。あれはそのミソノビルという中に入っているマンティコアというバー、これをリシュー、赤犬のグループのメンバーの、えー、リシューさんという方が経営されてるんですけど、そのバーのマンティコアの、えっ、ー、と、なんか開店7周年記念イベントっていうのが、そのミソノのユニバースというところでその開かれて、去年の7月に。で、そこに僕は、あのー、DJ しに行ってたというね。で、その話をま、番組のオープニングとかでしたということでございます。えー、もちろんそのイベントは、ま、赤犬さんのライブがあったりとか、あとま、今回の映画 出てきましたおし尻ペンペンズ、ね、なんか出てきて、えー、いろんなライブがあったりしたんですけど。で、まあ、赤犬さんとは、まもともと、まあ、そろ,そろそろ2000年代半ばぐらいですかね、まあ、もとは多分ロビンさんがモータだからとか、そういうような、モータ的なつながりから始まって、まあ、あのー、ずっと交流があってという、僕はね、えー、感じで、まあ、で DJ で呼ばれていったりしたんですけど、えー、なので、 えー、まさに今回の映画のあのクライマックスに出てくるあのすごいあのネオンの伝承がありましたよね。まああそこの、まあダンスフロアのとこで 80s ポップ DJ をやって、えー、その後またなぜかですね、舞台に上げられた赤犬さんのライブの途中であのクイズショーみたいなのがあるんですよ。えー、まあかい、なんかああいうショー形式かね、昭和の歌謡ショー形式みたいなやってるんで、途中のクイズショーみたいなのに、あの赤犬さん、高田貴さんと並んで僕、クイズ回答者としてこう、並んだりしてですね。まあそういうのもやりました。まずで、その後もちろん打ち上げで、例えばいろいろまああの、そ、そあの、バーン、 マンティコア、その、映画の中にもできたマンティコアというバーで飲ませていただいたりとか、まあ、超楽しかったんですけど、要は、今回の映画に出てくるような場所であるとか、まあ、出てくるようなメンツ、あの世界に、まあ、僕は実際去年の夏に行っていたというね。映画見てて、あーっていうか、もうなんか、はい、あの、わかもう全部、こう、場所の空間の感じがわかるというような、なかなか、はい、あ、はい。で、えー、まあ、とにかくですね、この、ユニバースという箱がですね、この、凄まじく面白い場所でっていう話をね、あの、この番組のオープニングトークでしたわけです。えー、で、 その例えばその。 舞台横、まあ、今回もチラッと映ってましたけど、その、えっと、舞台の横に楽屋があるわけですけど、その楽屋にですね、その、このユニバースというか、まあ、要するに1956年にオープンして、それ以来のですね、その、要は歴史、たどってきた歴史、いろんなその、例えば出演者であるとか、オープン当時の、それこそ、あのー、何千人収容みたいなですね、オープン当時のポスターとかですね、いろんなその写真とかポスターが貼ってあるんですね、楽屋に。えー、で、まあ、その写真を撮ってきたようなんですね。その当時の本、去年のその番組ホームページも上げたかもしれないけど、改めて、あの、今日、あの、ツイッター、番組のツイッターとかで、 から見れるようにしておきますのであのー、この写真、要するにユニバースの歴史をがわかるようなこういう写真、あの、あるいはその今のユニバースのフロア全体をこう映した写真なんかも撮ってきましたんで、あの、その写真見ながら今回ね、えミソノユニバース表、聞いていただくとですね、ああ、こういう場所なのかと、よりこう、実感できるんじゃないかということで、ぜひ、ちょっとあの、パソコン見れる方は Twitter とかでちょっと、えー、今上がってますんで見てくださいという感じですけどね。で、まあ、とにかく、 去年7月にそのユニバースに行って DJ やってきた。えー、で、まあ、そのユニバースという場所も、ううわおすごいっすね、この場所、みたいな。うん、なんなんすかみたいな感じで、まあ、感動して写真とかバシバシ撮ってそしたらそこで、あの赤犬のメンバーのロビンさん、えー、ま、ロビン前田さんという方ですまあ、今回の映画見た方もね、分かると思いますけど、あの、青の背広を着たコーラス隊いますよね。そのコーラス隊の中でも一番体がでかい。